江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、しゃぶしゃぶは日本料理だったんですねというですね、スレッドがありましたのでご紹介していきたいと思います。それではスレ主の格好見ていきましょう。くーちゃんお願いします。知ってた？私は知らなかった。幼い頃にモンゴル料理だと聞いたような気がしますが、我々が普段食べているしゃぶしゃぶの形式は日本料理と言われています。ブルブル、日本は寿司ワンツールだと思っていましたが、さりげなく少し違った食文化も発展しているようです。そのなんかちょっと小バカにすんのやめてもろてはい、じゃあですね、こちら渓谷の反応行ってみましょう。別に期限を気にしながら食ったことないからわかんないんだけどさ、なんかそうらしいっすよ。はい、じゃあね、一人目こちら。渓谷よりも日本料理の方が世界中でもっと人気じゃないか。日本が寿司ワンツールなんて聞いたことがない。だってディスってるだけだ。モンゴルでの食べ方を参考にして、それをさらに洗練させたものだと思ってる。そう。ベトナムのフォーもアメリカに移住したベトナム人によって普及して、現在我々が食べるタイプのフォーが広まったとされている。そうなの。チャン・グンソク、渓谷の俳優がしゃぶしゃぶについて語っていた時に初めて知った。渓谷の俳優でも知ってることを知らなかったってこと。日本がモンゴルなのか C 国なのか、どこかから影響を受けて作ったものではないでしょうか。日本は約1000年間肉を食べていなかったから、肉料理は全て海外の影響を受けたものだとされています。そうか。そう考えてしまうと、人類の料理は全てアフリカから始まったことになる。とにかく特定の形にしてブランド化させたので、もはや普通に日本料理だと思います。それは間違ってる。アフリカでは人類による農耕がまだ始まっていなかったから、当時は料理なんてものは存在しなかった。日本は基本的に肉料理が弱い。それでも短期間で個性ある料理をたくさん開発してきた。しゃぶしゃぶは日本料理ですね。そういえばタコスもメキシコ料理ではなく、メキシコ系アメリカ人が作った食べ物なのでアメリカ料理じゃないですか。モンゴルでさえ今はしゃぶしゃぶ方式で食べてるよあ、そうなんだ。ラーメン、うどん、すき焼き、丼、天ぷらなど寿司以外にもたくさん、しゃぶしゃぶ自体が日本語で、英語の発音でも同じように発音する。え、英語もしゃぶしゃぶなの？知らんか。タコスという言葉もアメリカで生まれた言葉。それでタコスはアメリカ料理なのかメキシコ料理なのか。どっちでもいいんじゃないの。ウィキペディアにも日本料理として紹介されている。しゃぶしゃぶは日本料理だろう。はい、じゃあですね、チャットの反応を見ていきましょう。はい、じゃあね、上の方からいきますかね。この辺からいこうかな。はい、しゃぶしゃぶってどこの言葉やと思ってたんや笑い。そうですよ、しゃぶしゃぶは日本料理です。は、まさかしゃぶしゃぶがお前らとこの料理だと思ってるの。どこの料理だと思ってたんだ。まさかお前ら起源とでも思ってたか。わら。モンゴル発祥はジンギスカンだろう。わら。似たような料理なんかいっぱいあるのにね。起源期にして食べてうまいか、しゃぶしゃぶ。わら。しゃぶしゃぶは日本、白い粉のしゃぶしゃぶは、しゃぶしゃぶという名前なら日本料理やろ。グンソクは日本でしゃぶしゃぶ初めて食べたんじゃね。ああ、結構有名なの。知らなかった。しゃぶしゃぶって結構新しい料理だよね。明治からだし。とりあえずお前らにはみじんも関係ねえんだから関わってくんな。日本にお寿司しかないと思ってんの。そんなわけない。わら。まあね、まあまあ、うん、寿司以外にもあるけど、まあ毎日寿司もいいけどね。食えない、もう金なくなるわ。お前らは犬食文化があったからもっと全面的にアピールした方がいいぞ。しゃぶしゃぶは同じようなのが C 国北部が発祥だと認識していたが、しゃぶしゃぶは日本独自なものでいいんじゃないのかな。焼肉も日本料理やで、ホルモンはお前ら発祥らしいがな。お前らにもあるじゃないか。ドンすると犬食がわらわら起源主張していいぞ。わら。モンゴルの料理をアレンジしてものだって聞いたけど、オノマトペでしょ、しゃぶしゃぶ。肉をしゃぶしゃぶ洗って食べるからしゃぶしゃぶって言われるようになったと聞いたけど、しゃぶしゃぶを英語に翻訳するとしゃぶしゃぶとなります。沖縄のタコライスがタコスをライスの上に乗せたから気になるのか。
しゃぶしゃぶ？お前らいつもどこの国の料理か調べながら食ってるのか、普通に食べようぜ、わら。似たような料理は起源ではなくて似たようなものでしかないんだよな。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。